帰ってきたか。おお、フーラ、よくぞ帰ってきてくれた。諸子を貫きたかったお前の気持ちはわかる。だがフーラよ、もっと柔軟に考えてはどうだ。やはりお前は風揺らの後を継ぎ風乗りになるべきなのだ。嫌だよ、風乗りなんて。フーラよ、あれは事故だ。カムシカたちが悪いわけではない。それにどうやらヨキジーの具合が相当悪いらしい。ジーヤが？フーラ、この町はもう6年も風送りの儀を行っておらん。町の風はよどみ、体の不調を訴える者も増えている。わしは漁師として新たな風乗りを決め、風送りの儀を執り行わねばならん。でも見よ、フーラ。お前は風揺らと同じカムシカに愛されし者なのだ。知らない、カムシカなんて嫌い。それに私すごい子じゃないもん。お前ほどの素質を持つ者は他におらぬ。生まれ持った力をなぜ人のために役立てようと考えることができない。フーラよ、まずは頭を冷やしてきなさい。そして落ち着いてよく考えるのだ。今そなたが見た通り、このアズランは面倒な問題を抱えている。フーラが風乗りになると決心しないことには風送りの儀はできぬ。ああは言ったが、娘が堅くなに風乗りの継承を拒むなら、他の方法を。そなたは旅の者か。うん、良い目をしているな。すまぬが一つ頼みを聞いてほしい。ふ、恥ずかしい話だが、娘は私に心を開いてはくれない。フーラの部屋はこの部屋の向かいだ。にご用かい？残念だけど、お嬢さんならたった今墓参りに出かけちまったよ。町を出て北に行ったところにある風なき岬には、フーラお嬢さんのお母さん風揺ら奥様のお墓があるんだけどね。お嬢さんは何か辛いことがあるといつもあの墓に行くんだ。あんた、フーラお嬢さんにご用があるのなら。Thank you.
何なの？あんたたちになんか助けてほしくない！耐えきれ！ケキちゃんが…私はアズラン領主の娘、フーラです。その…今の…私を助けてくれたカムシカにあんな態度を取るなんて…私のこと…そう？お母様はアズランの歴史の中でも特にすごい風乗りだったの。カムシカに乗ったお母様が舞うように駆ける姿は今でも目に浮かぶな。私だって本当はお父様の言う通り、お母様の後を継いで風乗りになれたら、お母様ここから落ちて死んじゃったんだ。崖から落ちてあそこに引っかかってたカムシカの子を助けようとして、カムシカなんていなければ、私今もお母様といられたのにな。これお母様が好きだった花。そっか、カムシカが備えてるんだ。私、お母様がこの花を好きだったことも忘れてた。決めた。カムシカのこと好きにはなれないけど、風乗りはやってもいいかな。あなたに話を聞いてもらえてよかった。私、風乗りになるってお父様に言ってくる。またね。そなたを待っていたぞ。わ
私はもう風乗りにならなくてよいと。そだが先ほどフーラが帰ってきて風乗りになりたいと言ってくれたのだ。どういう心境の変化があったか知らないが、実に喜ばしい。時にそなた一人前の証を持っておるな。ならばそなたを見込んでフーラが風乗りになり、風送りの儀を行うには風の手綱、風の衣という二つの神具をフーラ自身が取りに行かねばならぬのだ。そこでだな、そなたにはあの子が無事に神具を持って帰れるよう、そなたの働きで無事に風送りの儀を終えることができたら、緑のキーエンブレムを授けよう。フーラは一つ目の神具風の手綱を取りにすでに三冠の関所へ向かった。今すぐ出発すれば向こうで落ち合えるはずだ。三冠の関所はアズラン地方の南の街道の南方にある。娘を頼んだぞ。Thank you.